久しぶりや、喋るの久々やね。いや、脱臼してんかい。いや、いや、いや、脱臼してんかい。上半身やったら分からんって誰も。何やねん、その舞は。こんなん見たことない。脱臼の舞。脱臼の舞なんてない。私は話したいことあって、その最高やった、あの山口県が。最高やった。それをもうどうしても動画に残したいと思って、あの動画撮ろうかなと思ったら、うん、説明いるやろ、脱臼の。何があったとか、いろんな人に助けてもらったとか。いろいろあったんよ、私も。そんなんなんなって。情けない。ほんまに私が一番思ってるよ。ほんまに起きようとしただけなんですよ。じゃあ、はるさっき説明する？いや、まあ、その前日大島にね、山口県の大津大島に行く前日に前乗りやって、うん、でその前に9番ゲートしゅんちゃんのご飯食べて、で神保町バチバチライブあるからちょっと春も来てくれっていうので行ったの、一緒に劇場に、はい、で楽屋でちょっと喋って、うん、で、まあ、横になってて、もうシュンもでライブ行くってなったから、うん、もうそろそろ帰ろう、一旦家帰ろうかなと思って、4時半ぐらい夕方、はいはいはい、で飛行機は夜8時やったから、はいはい、まあ、ちょっと時間あるなぐらいの、そうそう、でやったらもう帰ろうと思って椅子にゴロンってしてて起き上がろうと思ってくるってやったら、あまりにも勢い良すぎてこの膝がねキュッて曲がった時に、うん、可動域を多分超えたんですよ、うん、ほんまにちっちゃくミキッて言って、うんうん、で、あ、やばいと思って膝をすぐ抱えて、痛ってなった、痛ってなって、うん、で、ちっちゃい子で目の前にあったブラゴリの大ちゃんさんをなぜか呼んで、うん、大ちゃんさんの声出なさすぎて、え、痛すぎてと、痛いし何が起きたか分かってない、そう、もうやばい、とりあえずやばい。で、私中学校の時に 2,3 回外れたことあったんやけど、なるほど、バレー部で、でもそれスポーツやってても外れやから、うん、しゃあないです、うんうんうん、けど今はただ27のショートの女が寝てただけやから意味分からんや、うん、で大ちゃんさんが来て、なんどうしてんみたいな、うん、あの脱臼しましたね、なんで俺呼ぶんって、まずなんてそのまあそのそびっくりするよな大ちゃんさんも。でも私も筋肉鍛えてはるからなんか知ってるかなっていう、なるほどなるほど。でそっから、素敵じゃないかの柏木さんとか、うん、メゾン、ピュート、うん、キューバネとみんな集まってくれて、うん、まず救急車呼ぼうかって言って、え、もう立てへん、え、もう立てへん、起き上がるのは無理やった、無理やった、うん、もうとりあえず足を伸ばせない、あ、歩けないの、あで、いや、もう救急車呼ぼう、嫌ですって言って、なんでもう怖いから、あの状況、どうしていいか分からん、で、いや、もう多分伸ばしたら入るんですって言って、誰も伸ばしたくはないよ、そうやな、もちろん当たり前のように伸ばされへんよって言われて、え、じゃあどうしようって言ったら、もうその時にメゾンの吉野がすぐ、あ、下に接骨院あるんでそこ行きましょう、で、ピュートが、あ、僕ら今空いてるんで連れて行きますって言って、あの神保町の誰も使ってるコントの小道具の松葉杖持って、うん、竹内が肩貸してくれてバーって降りて、そしたらトニー・フランクさんと11月のリサのマムさんが出てきて、うん、何事やってなって、そうやな、そう、まあ、とりあえず写真撮って、うん、ですぐもうとりあえず向かって、竹内がずっともう大丈夫ですから、ね、僕行きますんでつって接骨院に連れてってくれて、うん、でとりあえず関節をガコってはめてもらったんけど、うん、もう痛い痛いってもう叫んじゃうぐらい、うん、もう竹内がずっと待ってくれてるんですよ、震えながら私の上着持ちながらこうプルプル震えて、ずっと追ってくれた、ずっと追ってくれて、うわ、で私ももうこう自分に必死になってもうって知らんかって、で入りましたよって先生が竹内呼んでくれて、で、ほんまに良かったです、もう、うん、ごめんなさい僕怖くてみたいな、で今からちょっと社員さんだって先輩がそう入ったらプルプル震えるしかできんやん。でほんまごめんな、とりあえずハマったけど、でも接骨院の人がすぐそこに病院あるんで一応レントゲンとか見てもらいましょうっつって、次神保町の社員さんと竹内が代わってくれて、で病院行ってレントゲン取ったらもう入ってはいるんで、あ、社員さんも行ってくれて、あ、そう、来てくれて、でとりあえずじゃあもうレントゲン的に OK なんで一旦またあさってしあさってぐらいに来てください、でとりあえず一旦今は大丈夫ですっていうので、うん、みんな思ってくれてほんまよかったな、ほんまにやめたほんまに感謝やな、だからもう本当にありがとうございました皆さん、だってさ社員さんもさ出番ないのに勝手に劇場遊ぶ、そうやね、勝手に脱臼してさ大丈夫か、意味わからんすぎもん、ほんまに、うん、でもそのネットニュースにもなっててさ、ちっちゃく、うんうん、竹内のことを作内さんとかもう文字も間違えてたし、でかっこよく劇場で、え、春が間違えた、うん、それは多分ネットの打ち間違いやねんけど、見出しが劇場で脱臼ってなってる、あ、そう、
でもそのいいように書いてくれてる劇場の楽屋に勝手に来て端っこで一人で楽器だから、うん、それは訂正は一応させてもらったんですけど、うん、楽屋で勝手に行きましてっていうのは、うん、イライラするわ。なんでなんちゅう待ってよいやなんでなんですかいやでも本当にでももしかしたら別に家でそうそうありえるから全然。いや本当にありがとうございました。ありがとうございました。みんなほんまにの次の日の山口ですよね。今は大丈夫なの？今はもうでもあの時よりも全然歩ける。松葉杖もいらんしけど一応やっぱりもう一回病院であの手検査だけはしとこうと思って、うん、でももう歩けるようにもなって。よかったよかった、ありがとうございます。すいません、迷惑をおかけしました。でその脱臼して、はい、でそのなんか、その、イベント自体が、うん、吉本と東大生のみんなとで、総大島の子供たちに教えるみたいな授業で、うんうん、芸人さんが、社会がロバートの山本さんで、うん、国語がフルポンの村上さんで体育が尾形さん、うん、で理科がココリコの田中さん、うん、で英語がクレイジーココちゃんで、うん、でその私らが呼んでもらった理由が春が周防大島で生まれたからゆかりあるみたいなので、うん、一緒にそう体育とか国語とかもね、そう国語も一緒に受けさせてもらって、うん、で春はもう体育大好きやから大好きその行ったんですけど、すいません脱臼してしまって何もできません。お前何してんねん必死に得点番めくるだけ頑張れ何やねんこいつ。でも私覚醒したもんな、その日めっちゃおもろかった。じゃあもう一個ずつ話そう。とりあえず、まあ、脱臼の話はまあまあもう OK です。一応治ってきたからありがとうございます。 OK ということで、はい、で皆さんご心配かけてすいません、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あの私はまず校内放送と、うん、あそうでサポートみたいなのさせてもらってて、うん、で私らが入る授業が国語の、俳句、村上さんの俳句の授業をやって、うん、あれが私もうマジ人生変わった。もうそれ荒川もね一緒に作る側でね。そうあそうやそれでその、まあ、授業の内容を説明すると、うん、まあ簡単に俳句の作り方みたいなのを教えてもらって、うん、でとりあえず今から学校内を歩いて自分がいいなと思ったもの、うん、だからそのなんかこう俳句っぽいなとかこれは俳句っぽいからとかじゃなくて、はいはい、自分がいいなと思ったものをその書きましょう、うん、13音にしましょうみたいな、うん、その時点でめっちゃいいなっていうか。おでまずまあ写真撮ってそれをこう見返しながら作ったりすんねんけど、うん、写真に残らないものあるよね、風とか音とかそういうのを俳句にしてもいいんだよみたいな、うん、うわもうその時点でもジーンときてる、ね、あ染みてたんや。そうもうでこう外運動場とか、はい、行ってたねみんなで、いつも行ってないところ行ってみようとか、うん、村上さんがいろいろ教えてくれ て、うん、でなんかやっぱり子供ちゃんの感性やから結構自由やん、うんうんうん、言葉も自由やしめっちゃいいなって。なんかその時に村上さんが言ってたのがその俳句が下手でも全然いいし、うん、みたいな。そのでもどんな有名な歌人の人でもここ来たことないからここで感じたものを書けるのはみんなだけやから好きなように書いていいんだよ。はぁすごっ。でうわと思ってこうみんなで6年生の子らと一緒に回ってこうパッて見たら松葉勢の女がこっち見てたりとか、うん、一応見守るっていうセンサーエルフ春やね。エルフ春よそれ。移動できへんから2階からじっとり見てて春見てるわって思いながらで、なんか私結構もうイヤホン絶対するタイプやし、うんうん、そのなんていうかな普段そういう風に何かをこう風景とかも撮らへんタイプ、はいはいはい、撮りとか、うん、映えるとかそうかそうかばっかりやから、うん、なんか自分の見え方次第でなんかこんな変わる心がこんなにも満たされるんやはい自分は何をいいと思ってんねやろっていうのを考えながら歩くともういろんなことがあんねん。そのあこの教室のここにある段ボールはちょっと古びてるなとかそういうものとかもなんかこう自分がこう探さないとさこう過ぎていくやん、うん、そうやなもうもう感銘受けすぎて、うん、感性それぞれの感性ってほんまそう正解がない、うん、自分がいいと思うことだけが正解、はいはいはい、っていうのがもうめっちゃ最高すぎて、うん、わーと思って、うん、なんか一つの写真見ても私がここをいいなって思っても別の人はここを
こう思うなとかがそれぞれ違うっていうのがもうむっちゃいいなと思って、うん、で村上さんにもいても立ってもいられへんかった授業終わってから、そのもう最高でしたもん、うん、でなんかこう結構自分は携帯なんていうかな携帯に依存してしまってる部分もあったんで、はいはいはい、自分の体だけで何かを感じるみたいなのがあんまなかったから、うん、写真撮るときはどうしようかなみたいなのが基本的だったから、あ、記録しようとしてたんじゃないみたいな、記録しようで味わうねん、うん、先生先生かなそれ先生先生なの早すぎ村上さんも市民のでなんかもう私もほんまに学生さんと一緒に受けさせてもらったね、みんなと。で、なんかもう作る、むずいねやっぱり13音にしたり、もう規模とか分かれへんけど、うん、もう村上さん作ってる時に、うん、先生もう季語なしでいいですか、わからんって言ったら、もうなしでいいよ、好きに書いてほんで季語なしでやらせてもらって、そのアラカーも発表しましょうみたいなことだから、うんうん、で、まあ、なんか2回授業を受けさせてもらって、うん、1組と2組両方で、なんか1人の、2人の女の子と一緒に回ってて、おで村上さんがめっちゃ前におったから、私その村上さんについていこうと思って走って行こう行こうみたいな、走った時に、うん、その女の子が自分が走るより先友達の方を割ってみて、うん、その優しい子やなって思って、その何て言うんかな、先に友達を思いやる心をもう俳句にしたいと思って、うん、そのこの子に13音を送りたいと思って、うん、その俳句じゃないで季語ないから、うん、季語じゃない、ないけど分かれへんけど、とりあえずこの子に13音を送りたいと思って発表する時間があったから、うん、でなんか何々優しい子みたいな、うん、送って、うん、でなんか自分的にはもうすごいなんていうかな、この歌を送りますみたいな、はい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 、はい、ってなった時に、うん、なんかありがとうみたいな言ってくれて、めっちゃ親友になってんけど、うん、その二人とで、なんかパッて思ったのが、うん、なんか昔ってさ、そういう恋心とかもさ、うん、歌って言うやん、あーなんかその恋文じゃないけど、そうそうそう、うん、俳句とか、うん、短歌とかで、うん、これ好きな人から短歌来たら死んでまうぞ思ってほんまに嬉しすぎて、なんていうの、やっぱり自分がいいと思って書くから、うん、気持ちこもってんねん、やっぱりその自分が感じたことをやから、その、うん、なんていうの、これ好きな人から短歌来たら私泣いてまうわと思って、あの時代に来てたら、だそんな平安ギャルやったら、うん、平安ギャルやったらマジ騒いでるわって思うぐらい、うん、なんか勝手なあれやね、うん、勝手な感受性やけど、それは全部、うん、その授業のこととかマジテンション上がったもん、だって確かにあんな短い音でな収めて、そう収めて、だから自分はどこをそうやな入れるっていうのもあるやん、あれすごい奥深と思った、深いよな、深い深い、あれで告られてみ死ぬくない、私はそのまだ理解が追いつかん可能性があるからさ、あそうか、これどういうことっていう、そのまだその私は歩けてないからさ、そうやみんなとみんなといろいろ感じれてないんか、感じれてたらじっとり上から見てただけやもん、じっとり上から見守るゆっくり手を振るしかやってないから私はもうなんかそれがもうエモすぎて楽しそうやった、なんかみんなやっぱ楽しそうやった、上から見てる感じとか、そうかっこいい子とか、これ見てないんじゃん、男の子2人組とかもやっぱ一緒に撮ってるとか、いろんなところを見るからさ、いやもうすごい、その同じ私らも帰り道とかさ、うん、あれ同じ道でも多分変わると思う、と確かにこの日からマジ人生変わって、ほんまに大切よな、すごいいいこと教えていただいたの、その俳句だけじゃなくて、俳句の良さじゃなくて、でなんかクレイジーココちゃんと合間喋ってて、うん、でココちゃん外国とかさ、あそうやね、海外で私も外国行ってみたくて、うん、みたいな、でなんかお金貯めたりとかしてるみたいな、ボロッと話したりしてて、でその俳句終わってからココちゃん、私今のままでこの俳句の授業を受けずに海外行ったって意味なかったわ、今ここを楽しめる自分に変わったからこそ海外行くあるかもなって言って、あらかさんそんなことなってるのどんでいてるやん、何があったんですか荒川さんみたいな、そのココちゃんそ何があったんですかみたいな、それたった50分で急に熱を帯びて帰ってきた、そう今その俳句の授業を受けてない私行ったって、ただのもう、ああ外国や、なんかいつも違うなやと、でも今のこのなんていうの、このカラオケでさ、あこことかさ、もう思える自分で外国もし行ったら、はいはいはい、その心の
満たされ方はまたちゃうんやろなみたいな、うん、全然変わるやろな。そう、こんだけ熱入ってないから余計そうやと思うで。せやん、入ってる、入りまくってるよ。いやめっちゃいいことやけど、そういうの村上さんの授業がなかったら知れんかったことやし、そう、行けなかったらなかったことやから、そう、いやめっちゃええやん。でその後体育で、そう、春で尾形さんの体育でもう楽しすぎて、もうすぎて、まあ、始まる前から汗だくやったもんな尾形さん。でもし5時間空きとかやったら、そう、だから入り時間全員一緒で、うん、で勉強が、午前中あって、そうそうそう、でインタビューとかもあれ午前中にやってた、そのどうですか、うん、このプロジェクトみたいな、いろんな記者の人とかに聞かれて、うん、で尾形さんどうですか、僕まだやってないんですよみたいなとかで爆笑してみたいな。そう、面白かったほんまに。でいざ校庭行ったら尾形さんもう汗だくみたいな、もう全部おもろかったし、でなんか尾形さん私大好きで、大好き、もう元気めっちゃもらえんねんけど、その意味が分かるというか、もう常に全力、ほんまに全力、かっこよすぎる。もうだって終わった時、試合終わってから尾形さん膝血だらけやった。そうそうそう、みたいな。あんなん小学生以来ない怪我やったもん、ちゃんと擦り傷で。でそれがまあ20対20やったんだ、6年生の。で私もほんまにサッカーとかちゃんとしたことないし、うん、もうパスってやるのでもう精一杯やった。いやそうやな、めっちゃ動いてたよ。せやん、ほんまにこれ伝わるか分からんけど、日本代表の長友ぐらい動いてた。え、長友選手体力めちゃくちゃあるって有名、もうその私みたいなミーハーでも知ってるぐらい。俺が気づいたら端から端まで動いて、パスパスマイボー知ってるよ、もう私たちのボールです。マイボーとか知らんからさ、こうパンって当たって、うん、私がこう蹴ろうと思って無理やって、はい、敵の人がパンって外出て、私たちのです今のは。そう、もう見てなかった、審判が見てなかったらどうしようと思って、はいはい、行くだけで、はい、って言って、もう全部走って、走ってたな、ボールに向かって15分ぐらい全部走って、うん、あ、私って体力あんねや、めっちゃあった、一番動いてたら芸人メンバーでは。そうやん、うん、ほんまに。もう村上さんとかはもう子供ちゃんやけど、小6の子へいって蹴って手ピコって当たるとかあるやん、はいハンドとか、そういうの、まあまあ、そんなんいいやん。そう、もうみんなこっちはボケてて、こっちはガチでとかが、私とココちゃん客観的に見てたから、でなんか初めてゴールも決めれて、うん、もうなんていうの、このこう来たから、ねえってやったら、シュッて入って、よっしゃーみたいな、もうめっちゃ嬉しかったよ、めっちゃ楽しかったよ、サッカーめっちゃ良かったな、それで、なんかスッ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 ってドリブルとかも抜けていく子とか、え、かっこいいみたいな、めっちゃかっこよかった。だからサッカーモテる言うやん、なんかサッカー上手い子、うん、意味わかったもん。いやだって尾形さんのシュートとか、まあ言ってもさ、手加減してると言っても結構早かった。それをパーンとか止めてるとか、うわーって、もうかっこいいってなるから、むちゃくちゃ楽しくて最高やん。であんな全力で動いたのもめっちゃ久しぶりやし、そうやな、確かに、なんか自分も子供になった気持ち、もうなんていうかな、青春やったというか、いやみんな青春してたな、楽しそうやったもん。でそのまま終わりの回やって、うん、なんか全員賞状を、あ、そうやな、なんか渡すねん、うん、何々さんお疲れ様でした、ありがとうございましたって、うん、田中さん、ホリゴの田中さんが、うん、その一人一人に渡して尾形さんとハイタッチしようよみたいな、あ、でよかったな、あれ私ら先生たちみんなと子供たちがハイタッチしてみたいな、あれがもう胸キューってなって、めっちゃエモかったな、なんかちっちゃい手で、うん、そう、ありがとうございますとか一言ずつみんな言ってったり、もうなんかもうほんま満たされた、最高やったな、ただただ最高やった。もう脱臼さえなけりゃって、もうずっとサッカーとかもやりたかったって。そうやな、ハル、そんなんめっちゃ好きやから、めっちゃ好きよ。いやでも見てるだけでもこんだけうわ楽しそうやとか、青春というか、胸がめっちゃあったかくなった、みんなと触れ合えて。ほんまあった、ね、先輩方も面白いし優しいしすごいなって思って、ほんまになあ、他の先生の授業とかもまた受けたいもんな。受けたなあ、村上先生大人の人たちにも受けてほしい、なんか確かにで、やっぱ東大生の皆さんもすごすぎて、すごかった、感謝、全部サポートしてくださって、うん、東大生の方が結構プログラム考えてくれたらしくって、そうそう、でもその時はでもなんていうの、私はなんていうかな、東大生とかが好きやからさ、うんうん、あの自分が学歴ないから高学歴の人好きなんですけど、うん、そのそんなんとかも取っ払って、うん、ほんまに6年生のみんなに楽しんでもらうっていう一つのチームみたいなのもすっごい良かったなと思った、はいはいはい、マジでよかった、また行きたい、またああいうプロジェクトな参加させてもらいたいよな、
楽しすぎた。先生って呼ばれるのもなんか嬉しかったし。そう呼ばれてないわ。だって生徒やったもん、あんたの場合。嘘やん。いや、それ一緒になんかグループにおるクラスの女子みたいなこと。あなたに関しては。せえ、なんか終わってから女の子4人組、はい、そんな仲良くなった2人と、うん、もう2人可愛らしい4人組バーって来てくれて、なんかあれ放送、私ら放送やらしてもらったんやか、うん、こんにちは、ヤッホーとか言ってやってたよ、うん、あれ、なんか学校の先生がいいよって言ったら真似してもいいですかとか。可愛い、うん、え、いいよみたいな、うん、なんかすごい可愛かったし面白かったみたいな。でなんかもう一人の女の子がなんか声めっちゃ可愛かったみたいな、うん、え、私自分の声嫌いからめっちゃ嬉しいわ、うん、え、星変わりたいとか。でそんな可愛くなった2人がまた来てね、絶対来てねみたいな。ハリウェイはハリウェイの放送良かったわ、なかったけど。それが全てじゃん。何がやねん、そのことが全てじゃん。違う違う違う、あってもええやろ。まあ、そのそれが脱臼関係ないもんな。そう、それに関しては脱臼関係、声は出ますから。そうやな、まあ、そう淡々と喋りすぎたんかもしれない。いやけどそんなん可愛いな、真似していいですかとか。めっちゃ可愛いな。ギャルなりみたいな、その4人。うん、ならなんか、こうやってやられるかなと思ったら、ちょっとなってみたい。可愛い。可愛すぎた。もうとにかく可愛い。大島のギャル4人組になるかもしれない。そう。だからもうゴリゴリにギャルになって次やっただけや。おはようございます。おはようございますとか言われるかも。そこまでギャルなの。いやでも会いたいな、またあの子たちにも。また会えるように頑張ろう。頑張ります。ありがとうございました。直します、足直します。私は走ります、これからも。ありがとうございます。